週刊文春が報じた浅草資産家次女殺害事件。2月14日、警視庁は2023年3月13日に4歳の次女よしきちゃんを自宅マンションで殺害した容疑で東京都台東区に住む細谷志保容疑者と夫の健一容疑者の2名を逮捕した。亡くなったよしきちゃんを司法解剖した結果、致死量に当たるエチレングリコールと向精神薬の成分が検出された。エチレングリコールは車の不凍液に含まれる物質で甘みを持ち、生体内で代謝を受けると有害化する。志保容疑者は何らかの方法で不凍液や向精神薬をよしきちゃんに飲ませ、殺害したとみられている。夫は妻がよしきちゃんを殺害しようとしていたのを知りながら通報しなかった。警察の捜査で細谷夫妻の自宅から車の不凍液が発見されたという。冷蔵庫に不凍液が小分けにされて保存してあった。甘みを感じて子供も無理なく飲み込むことができるその不凍液をよしきちゃんに飲ませた可能性が高い。細谷夫婦は浅草で観光客向けのホテルを営む資産家だ。健一の父は革製品の加工会社を経営しながら浅草にホテルを開業した。ホテルは客室が約40部屋あり、全室畳張りの和をコンセプトにしている。2020年には建物を増築してリニューアルオープン。現在はインバウンドの影響もあって、ホテルは連日賑わっていました。よしきちゃんの殺害現場となった自宅マンションも夫妻が所有している。ホテルから徒歩10分ほどの距離にあるマンションは10階建てで、細谷一家は最上階に住んでいました。このマンションで月額200万円の家賃収入がありました。夫婦にはよしきちゃんの他に10歳の長男と8歳の長女がいる。ところが、逮捕時には自宅マンションに子供の姿はなく、志保容疑者と健一容疑者の2人だけが暮らしていた。実は2019年頃、志保さんが夫婦喧嘩の果てに錯乱して自室のベランダに放火する騒ぎがありました。ぼやで処理されたのですが、志保さんは一時浅草署に留置された。3人の子供たちは、1年ほど児童相談所の介入で施設に預けられていたことがありましたが、まさかこんなことになるなんて。児相が保護に乗り出したうちの一人が実母に殺害されたよしきちゃんだった。昨年、よしきちゃんが亡くなった後、長男と長女は再び児相に引き取られている。行政が関与せざるを得なかったのは、かねてから夫妻の異様さが関係者の間では有名だったからに他ならない。前室の知人が夫婦の自宅の異様さを語る。細谷家の暮らす部屋はいわゆるゴミ屋敷。エレベーターから玄関までの通路の上にもゴミが散乱しています。自宅の浴槽は随分前から壊れているのに修理もせず、シャワーだけで生活するのが平気なタイプ。夫妻ともに家事というものがまるでできないので、子育てにも無頓着。食事もコンビニで買ったチキンやコロッケを与えていたようです。昨年、そのゴミ屋敷を訪ねた別の知人は部屋の中を見て言葉を失った。よしきちゃんの小さな骨壺はゴミの山の中に打ち捨てられていた。掃除の手伝いがてらゴミをかき分けていたら骨壺が出てきてびっくりしました。昨年8月、細谷夫妻は警察の家宅捜索を受けた。その際の志保容疑者の剣幕は凄まじいもので、捜査員に猛抗議をしたという。修羅場だった。捜索を終え、犯行を確信したある警察関係者は志保容疑者のことを公表していたという。志保はサイコパスだ。夫婦喧嘩で自宅に放火。次女を毒殺した細谷志保、もう自分の子ではない。ホテルの運営会社の元役員によれば、放火騒ぎの原因は夫婦喧嘩。その喧嘩の理由もさまつ極まるものだったという。一家で温浴施設に出かけるため健一が家族の着替えを用意した。妻の下着セットも準備してあげたそうなのですが、そのブラジャーとショーツの組み合わせがちぐはぐだったんだとか。それに志保が烈火のごとく激高して、ベランダ放火に至ったと聞きました。この放火事件では不起訴処分となったというが、事態はそれだけで終わらなかった。母親が自宅に放火するという異常事態を見かねた児童相談所が、志保の子供3人の保護を決める。保護は約1年間に及びました。福祉施設から子供を連れ戻すため、志保は弁護士まで立てたのですが、その弁護士との間で意見が対立。結局、弁護士を解任するなど揉めに揉めました。児相が子供を保護している間の志保の生活は異常だったという。別の知人が明かす。毎日のようにスパに行き、レストランで数万円使うなど豪遊していました。さらにベトナムへの移住計画を立て、下見を兼ねてベトナム旅行にまで出かけたこともある。なぜ子供が自分の元から連れ去られたのか、まるで分かっていないようでした。家庭環境を改善する気配のなかった志保と健一。しかし、前述とは別の弁護士が児相などとのやり取りを担当することになり、結果的に夫婦は子供たちを取り戻すことになった。ところが、志保は自分たちの元を離れて福祉施設で生活してきた我が子を指して、変にしつけられて、もう自分の子ではないと言っていました。中でも、急速に愛着を失っていったのがよしきちゃんでした。手前勝手な行為の果てに、よしきちゃんの命は奪われたのか。幼い命が失われた後、父親である健一は周囲にこんな説明を繰り返していたという。良樹は亡くなる前日から具合が悪くて、13日の朝に容体が急変してそのまま死んじゃった。警察の調べによると、良樹ちゃんの死亡推定時刻は13日の午前6時ごろ。健一が娘が息をしていないと119番通報をしたのは午前9時ごろ。約3時間のズレがある。警察は容疑者夫妻の証言や行動に矛盾がないか、慎重に捜査を続けてきた。昨年8月、警察が志保容疑者に、亡くなった子はどんな子供だったか、と尋ねたが、志保容疑者はそんな質問にすら答えなかったといいます。冷蔵庫に不凍液が小分けの状態で保存されていたことなど、現場の証拠を積み重ねて夫婦の逮捕に踏み切ったのです。事件現場となったマンションの屋上には、子供用のジャングルジムなどの遊具が今も放置されている。バカな話だよ、父親が直撃に語った細谷志保の育児ネグレクト。警察の調べに対し健一は、関与していません、と容疑を否認。もう一方の志保は黙秘を続けている。細谷夫妻の周りでは、かねてから不審な事件が起きていた。例えば2018年春、健一の姉が41歳の若さで急死している。ホテルの運営会社の元役員が語る。健一さんのお姉さんはホテルの運営会社の経理を務めていた。健一さん夫婦は金遣いが荒いため、金庫番であるお姉さんの存在は疎ましかったでしょう。実際、志保さんとお姉さんの折り合いは悪かったですから。この姉は容疑者夫妻と同じマンションの別の階に居住していたが、その急死が発覚するまでに一騒動あった。お姉さんは自室で亡くなっていました。遺体が見つかる直前、姉の姿が見えないと細谷家の関係者の間で騒ぎになった。だが、姿が見えないのなら部屋を訪ねれば済む話なのに、夫妻はわざわざ警察を呼んでお姉さんの部屋を開けてもらっている。合鍵があるにもかかわらずです。その翌年の2019年3月、志保が夫婦喧嘩の果てに激高して自室のベランダに放火する騒ぎを起こしている。警察沙汰になったこの騒動は、児童相談所の介入を招く。尋常ならざる家庭環境が子供に対する心理的虐待であると判断され、児相は良樹ちゃんを含む子供3人を保護した。だが、そんな児相の動きも虚しく、やがて弁護士を立てた細谷夫妻によって子供たちは自宅に戻されることとなった。児相は子供を返す条件として、ちゃんとした看護者をつけることを求めました。この際、生活能力のない志保さんが自分の代わりに子育てを任せたのが、自分のお父さんだったのです。実の父の手を借りてまで、我が子を取り返した細谷夫妻だったが、この時点で志保はすでに子供たちに対する愛着を急速に失っていた。娘からの依頼で孫たちの面倒を見ることを引き受けたという志保の父親。細谷夫妻の異常さに気づかなかったのか。志保容疑者に次女を殺めた疑いがかかっている。そんなことがあり得るのかね。一時、お父さんがお孫さんたちを育てていた時期があると聞いている。育ててないよ。孫まで育てるなんてとんでもないよ。志保容疑者は子供への愛情を失っていたのか。どこから変わってしまったのか、私にもようわからない。亡くなった次女の良樹ちゃんはどんな子だったか。優しくてね。子供らしい子供ですよ。孫はみんな可愛いよ。向精神薬やエチレングリコールを見たことはあるか。記憶にないね。志保容疑者は自宅に火をつけたことがある。火をつけたって言ってもベランダだよ。子供は施設に引き取られていたこともあった。バカな話だよ。自分の子供を育てられないんだから。4歳の女児はなぜ命を落とさねばならなかったのか。捜査が続いている。細谷志保がこだわった無人実家、賃貸契約の謎。千葉県松戸市の簡素な集合住宅。住人について尋ねられた大家の女性が語る。ここはかつて志保が実母と暮らしていた実家と言える場所である。志保さんとお母さんの2人がうちのアパートに住み始めたのは十数年前。静かに暮らしてらしたけど、志保さんたちは猫を飼ってたの。夜中に猫がギャーギャー鳴いて近所迷惑になることもあった。2人とも夜に仕事をしていたようで、夜中は猫の面倒が見られなかったみたい。近所の手前、困りますと伝えたら、それからぱったり鳴き声は止んだけどね。細谷夫婦が結婚したのは2009年11月。志保は実家を出て浅草に嫁いでいき、母親はこのアパートで生活し続けていたが、その後世を去っている。住む者の亡くなったこの部屋は、しかし今も細谷夫婦が賃貸契約を結んでいる。夫婦の豪遊のせいで会社が傾き、経費の見直しをする中で、会社につけてある松戸のアパートの家賃が無駄だから解約した方がいいとの意見が出たこともありました。それでも志保さんは、母親と暮らした愛着のある場所だから解約はしないと拒否した。実際、細谷夫妻はこの実家アパートに住むこともあったという。工務店や設計会社への支払いが滞ることもあり、痺れを切らした業者が夫妻の自宅マンションにまで支払いを求めて押しかけることもあったんです。その対応から逃れるため、避難場所にしていたのが松戸のアパートでした。債権者からのシェルターになっていたこの実家では、子供の異常な叫び声が確認されている。一番下の子だと思うのですが、尋常じゃないくらい、ギャーと泣く声が響くことがありました。虐待を繰り返していた疑いがある。奥さんの声だと思うのですが、怒鳴り声がすることもあった。ドスの効いた怒鳴り声だったのでよく覚えています。健一さんは、子供の面倒をよく見ていたようです。台所に立った健一さんが、横にいるお子さんにポンと食べ物を渡してた。子供たち、立ったまま食べてたのよね。容疑者夫妻が吉木ちゃんを殺害したとされる昨年3月からしばらく後の8月、警察はこのアパートを家宅捜索している。長年放置されていた部屋を見渡した捜査員は、ネズミの糞がすごいなと漏らした。また、大家にはこんな質問をしたという。この辺りで動物が死んでいたとか、そういう騒ぎはありませんでしたか？細谷夫婦はこの 2、3 年、この場所を訪れた形跡はないという。放置されていた志保の実家にはゴミが散乱し、ささやかなベランダに残された暮らしの痕跡が雨風にさらされていた。次女毒殺の細谷志保がジップに送りつけた9センチの異様な子育て論と自走への呪詛。志保の父親の協力を得られたことで、子供たちは自走から順次夫妻の元に戻される。まず長男と長女が追って亡くなった吉木ちゃんの保護が解除された。長男と長女が細谷家に戻った際、志保の父親は子育てをきちんとするべきだと志保を叱責したという。子供の送り迎えを夫に任せっきりにしている娘の態度が目に余った。だが、激高すれば自宅に放火するような完璧の強い志保は、父親の小言に激しく反発する。お父さんに伝えてくださいから始まり、以上です、で終わる、約9センチに迫る長大なラインがある。これは当時細谷家が雇っていた家政婦に志保が送りつけたものだ。そこには子供に対する独りよがりな愛情と、自走に対しての不満、そして自分の父親に対する悪魔が、句読点の一切ない異様な文体で綴られている。あなたのような無責任な親ではありません。私は長男を産んでからいつでも死ぬ覚悟です。長女ちゃんより可愛い子どこにいるの、長男より動きのすごい子どこにいるの、足は波でもスーツアクターと5歳で同じ動きはスーパーフィジカルエリートだ。自走に保護された我が子がおかしくなっていると切々と訴えてもいる。そもそも自走で相当におかしくなっているので、心のケアが最優先なはずが、規則正しい生活じゃちょっと認識が足りないと思います。登園時間など突っ込まれるから大事なことですけど、そんなに時間だけでどうこうなるのもありえないです。そもそもそんな簡単に子供たちが普通には戻れないし、どんな状態でどのくらい幼児対抗や不信感が続くかの方が怖いです。火事を起こした志保は警察施設に留置中、健一に宛てて手紙を書いていた。週刊文春は夫婦の知人からその手紙の写しを独占入手。2日に面会に来てくれてありがとう。自分がどうでもいいと思っている誕生日をバカにされたことがあって怒ってしまいました。パパ以外には気を使って常に喋っているので、突然怒ったようになってしまいました。4月2日は志保の誕生日だった。手紙は400字詰め原稿用紙を便箋にして横書きで5枚に及ぶ。面会ではなかなか話したいことを覚えていられないので手紙にします。児相の介入によって子供が引き離されたことや、前年に親族が相次いで亡くなったことについては半ば開き直るようにこう記している。志保の母が死んで、パパの両親も亡くなり、葬式ばかりやって、罵られたりしながら1億1700万の借金をし、産婦人科で赤ちゃんを連れて行かれると毎回言われ、産んだら病室に閉じ込められ、児相に通報され、これだけあれば、精神がおかしくなっても普通だと思うのですが。夫婦の知人は語る。手紙では塩らしい態度を見せていますが、志保さんは反省などしておらず、自走を逆恨みしていました。その不信感が理由で、生後間もなく自走に保護された吉木ちゃんへの愛情を急速に失っていったのです。そして吉木ちゃんが亡くなったのは、それから4年後のことだった。